環長橋環長橋とは、長崎県佐世保市廃棄二丁目と、リ尾島に位置する有福町を結ぶ、トラス橋である。外洋との出入り口が二つしかない閉鎖性海域の大村湾。二つの出入り口のうち、廃棄瀬戸の最も狭い場所に架けられている橋である。外洋との関満の差から、桁下の潮の流れは急であり、道潮、引き潮の度に、右に左に、 潮の流れが変わる。そういった潮の流れを眺めることができることから、干潮橋と名付けられた。近年では、この急流を楽しむカヌー愛好家の姿が見られるようになった。奈良時代には、川でもないのに、水が流れるような急流が生じることから、非善国風土器には、早北の瀬戸と記された。後に、早北が展示、周辺の地名が廃棄になったと言われている。 また、江戸時代には、当時の廃棄を収めていた平戸藩主の松浦、広氏により、平戸八景の一つ、潮目として入れられている。佐世保鎮守府が置かれた、明治期以降には、現在、橋が架かる場所の周辺に料亭が設けられるなど、風光明媚な場所としても親しまれた。また、映画、6969 69のロケ地の一つになっており、主人公が橋から飛び込むシーンがある。 なお、橋の命名は当時背景駅記長をしていた原田健一によるもの。ありがとうございます。